令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧を発表し、17種類の新兵器開発研究概要を明記しました。今回は、島嶼防衛で、BAC-3 超えの防空システム構築化を詳しく見ていきますね。レールガン開発も進み、量産間近となる中、ドローン対策も、三菱レーザーシステムが量産間近、日本の技術は世界屈指となってきます。電力がいるけどね。防衛省が、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧なる文書を発表したのは、9月8日のことでした。その中には、17種類の新兵器開発研究概要について明記されているようです。その中の新地対艦、地対地精密誘導弾ですが、1週間ほど前の8月31日に提出された来年度防衛予算の概算要求に入ってはいましたが、8月時点での詳しい説明はありませんでした。ただ載せただけといった感じだったようですね。そういった前提があったので、概算要求の主要事項で入れ替わりになった島嶼防衛用新対艦誘導弾の名前を変えたものではないかと推理する人が多かったようです。つまり、物は同じなのに、別の名前で要求して予算をゲットするつもりだろうと推理した人が多かったということですね。政府のやり方がかなり国民に知られてきているという証明かもしれません。では、新地対艦、地対地精密誘導弾や、実際の新地対艦、地対地精密誘導弾とは、一体どういうものなのか、見ていきたいと思います。何回も出てきますので、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧は、R5 事業評価と書くことにします。最初に、この事業を行う必要性を説明します。言うまでもなく、日本は、島国で、離島の数も多い国です。佐渡島や淡路島のような本州に近い島だけでなく、台湾の方が絶対近い石垣島や、太平洋に浮かんでいる小笠原諸島などを思い浮かべれば、よくお分かりでしょう。正式な日本の島の数は、かなり多いはずですよ。本州も一応島ですからね。こういう国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対しては、脅威の圏外から対応しなければならないという考えが優勢です。一番わかりやすい例ですが、尖閣諸島へ上陸された場合は、沖縄では、なく本州から対応するということを考えているのです。そう考えると、本州等から十分届く射程を持った兵器、侵攻部隊を効率的に迎撃できる兵器が必要という結論に至ったのでしょう。こういった兵器とスタンドオフミサイル等を併用することで、マルチな対応もできるはずですから、逆に、敵には、複雑な対応をさせることができると考えたのでしょう。同じ場所から同じ兵器で攻撃していたら、反撃はたやすすぎますからね。様々な場所から、様々な武器で攻撃を仕掛けることが有利ということは、素人でもわかります。R5 事業評価には、新兵器17種類の開発研究概要が記載されていますが、その中の、新艦対空誘導弾能力向上型について分かったことがあります。開発が終わったばかりなのに、なんと、来年2024年には正式採用予定になっているのです。この採用も早いのに、能力向上型と称する改良型の開発を来年にはスタートすることを示唆しています。コンピュータは、1年で10歳年を取ると言われますが、兵器もそういうことなのでしょうか。費用対効果が悪すぎませんか？コンピュータの進展に同調して開発が進んでいるとは思いますが、そんなに次々更新する必要があると予算が心配です。改めて説明しますが、陸自の丸3式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを乗せ、長距離艦対空ミサイルに改良したものが新艦対空誘導弾となります。このミサイルには、横方向に動かすための動力装置、サイドスラスター、サイドスラスターを追加する予定だそうです。つまり、パトリオット防空システムパック3のように、特殊な迎撃ミサイルに進化させる計画でしょう。となると、ターゲットは、弾道ミサイルと極超音速兵器で、これらを終末段階で迎撃することと思われます。パトリオットは、
1990年から始まった湾岸戦争で有名になったミサイルですね。愛国者という意味ですが、どちらにとっても愛国者というわけにはいかないようですね。世界各国で開発が進められている航空機や誘導弾ですが、どこでもマルチなスペックアップが期待されているようです。従来まで汎用護衛艦に設置されていた誘導武器システムでは、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイルには十分に対応できない、あるいは難しくなりつつあるという認識が一般的で、どうしても新しい方策を求めることになっているようです。具体的には、ターゲットが軌道を変えても、誘導弾がちゃんと追跡していくこと、シーカーやサイドスラスター技術を確立し、日本の周辺海域に展開させ、任務に当たる汎用護衛艦の作戦能力向上なども考えているようです。高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等に高高度で対処ですが、ロシアの極超音速巡航ミサイルや中国の対艦弾道ミサイルと極超音速滑空ミサイルなどが迎撃のターゲットになるようです。R5 事業評価の中に能力向上型新艦対空誘導弾が弾道ミサイルや極超音速兵器へ対処するとは一言も書いていません。しかし、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等とは、こういったミサイルに間違いないでしょう。わざわざ名前を挙げなくても、名指ししたのと同じです。高高度では空気の密度が薄いので、空力操舵では細かい操作がやりがたくなるので、サイドスラスターを使用して高い機動性を維持し、高高度から落ちてくる弾道ミサイルや極超音速兵器を終末防御するという計画なのでしょう。前述の通り、新艦対空誘導弾とは、陸自の03式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを付加して長距離艦対空ミサイルに改良したものです。そして、改良型の新艦対空誘導弾能力向上型はサイドスラスター装備と明記されました。となると、丸三式中距離地対空誘導弾改めの改良型である03式中距離地対空誘導弾改め能力向上もサイドスラスター装備と考えていいのではないでしょうか。丸三式改めや能力向上新機分は果たしてどんなフォルムや仕様になるのか、現状では全く情報は入ってきません。仮にアメリカのパトリオット防空システムのパック2 GEMT のようなものだとしたら、フォルムは変わらないとしても、中身だけが変わることになるのです。また、パック3のようにサイドスラスターを備えた、全く別物のミサイルだと仮定すれば、予定されている開発期間ではあまりにも短すぎるのではと心配していたのですが、幸いなことに、この予想は外れたようです。丸三式中ザム改め能力向上新規研究開発分が完了する2028年、令和10年には、新艦対空誘導弾能力向上型のテストがスタートし、2031年、令和13年には開発完了の予定になっているようです。本当に進み方が早いですね。国民生活に直結している食料問題や資源問題については腰が重いのに、兵器に関してはアメリカからの要求があるから動きが早いのかなと邪推してみたり、タイトルにはパック3かと挙げましたが、サイドスラスターを持ったミサイルが全部パック3になるわけではありません。サイドスラスターには大量の小型固体燃料ロケットを持つもの、パック3型とシャッターをつけて側面噴射をオンオフさせるもの、アスター型の2種類があります。アスターは花の名前ですが、政府の支援を受けたフランス企業が製造した対空ミサイルです。人間を攻撃するものに人間を癒してくれる花の名前をつけるとは、なんともグロテスクだなぁと感じるのは筆者だけでしょうか。さて、丸三式中ザム改め系統へもサイドスラスターを装備させるそうですが、どちらになるのでしょうかね。アスターのサイドスラスターには噴射穴が4つあって、シャッターで開閉して噴射をコントロールしています。燃焼室は1つしかないので共通になります。パック3型がいいのかアスター型がいいのか、なんとも判断はしかねます。どちらにしても、高額の国家予算を注ぎ込むわけですから、納税者としては、コスパのいい、
長持ちする高性能なものを購入してくれとお願いしたいです。空自が沖縄県北大東島大東村に3次元レーダーを配備するという情報が入ってきました。今回はこの航空自衛隊の配備計画について見ていきたいと思います。3次元レーダーを配備することで太平洋側の防衛強化が期待できるそうです。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員など関係者が、北大東寺、真野台と宇村を訪問しました。この島は、沖縄本島から約 360km 東方に位置しています。やってきた人々は、この地域の水道や道路等、インフラに関する現在の状況について確認作業を行いました。これまでに、大東村には、防衛省の委託を受けた民間事業者が、8月上旬、測量調査のために入村しています。これによって、前月7月に航空機から行った測量調査と合わせて、将来的にも精緻な現地の状況把握が進んだことになりました。北大東島の大東村に、こうした動きがある理由ですが、航空自衛隊が装備する移動式警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たにこの島に配備、展開するための事前準備なのです。最大の理由は南西諸島の防空体制強化ということです。空自は日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置しています。そこでは日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視していて、ここからの情報を4カ所の防空司令所に集約して適切な対応をとっているのです。各々の防空司令所では集められた情報をもとに地域ごとに置かれている待機中の戦闘機部隊に対してスクランブル発進を行うか否かの指示を出します。つまり日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いているのです。といっても、このような監視体制の用となるレーダーサイトは精密機械ですから、何か不測の事態が起こる可能性もあります。思いがけないトラブル、悪天候による障害、最悪の場合、敵からの攻撃を受けて破壊されることもあり得るでしょう。そうした情報収集任務を完全に果たせない状態に陥ることを避けるため、代替手段を備えておく必要があります。こうした場合、最初にこの役割を担い得る存在というのは、E2C DI-767 といった固定翼の早期警戒管制機です。これらの機体は、十分に稼働できなくなったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事することができるそうです。そして、このような航空機でのカバーと並行して、地上でも、その代替品となるものがあります。それが、車両搭載型の3次元レーダーを持つ部隊です。車載型ですから、陸上を、移動可能なレーダー設備と言えましょう。移動すれば敵に所在地がバレることもないでしょうしね。この陸上移動型レーダーサイトは
3つの要素から成り立っている設備だそうです。巨大な筒状の3次元レーダー J-TPS-102A 航空機の飛行データを処理する装置、それらの装置に電気を供給する発電機という3つで構成されたシステムなのです。その中で中心になるのは3次元レーダー J-TPS-102A です。前述の通り、巨大な筒状の3次元レーダー J-TPS-102A は、戦闘機等の機種部にも採用されているフェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分を見ても、どこが動いているのかは、パッと見ではわからないようですが、東西南北、上下左右、全周囲の索敵を行える機能を持っているのです。こういった車両搭載型3次元レーダーは、戦時だけでなく、平時でも活躍しています。それは、固定式のレーダーサイトの定期的維持管理のためのメンテナンス等を行うときのことです。今後は、北大東島に、常設で、このシステムを配備しようという計画になっているそうです。言うまでもなく、その最大の理由は中国です。アジア最大の軍事大国が、黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させていることは、知らない人はいないでしょう。この中国軍に対する警戒、警備体制の強化と、年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力向上が目的です。今回車両搭載型3次元レーダー配備先の候補地として名前が挙げられている北大東島の大東村ですが、この島とは別に東京都の小笠原諸島父島も検討対象にされたことがあるそうです。父島にも将来的には配備されるかもしれませんね。北大東島では航空自衛隊の車両搭載型3次元レーダー配備という状況について、政治的には、同村議会で全員一致で可決されたので、受け入れる方針を固めていると思われますが、場所が沖縄ですから、どうしても、マスコミやメディアの批判は根強いようですね。当然といえば当然とも思われます。沖縄メディアの一つ、琉球新報は、前年2021年12月11日付社説として、北大東島への車両搭載型3次元レーダーの配備に反対しています。沖縄本島は、元より、与那国島、宮古島、そして石垣島などの沖縄の島々が、次々に要塞化されるのではないかという記事で、一部の人からは煽っているとも批判されているようです。在日アメリカ軍基地の大半が集中する沖縄は、アメリカ車両による交通事故や航空機の墜落事故、少女暴行事件など事件が多いこともよく知られています。なのに、治外法権のごとく、責任を問われることもなく、謝罪もなく、本国へ帰国するアメリカ軍兵士やそれを許す安保条約とは、一体何なのかと心ある人は考えるでしょう。古くは太平洋戦争時に凄惨な地上戦闘が行われたことも忘れてはなりません。こうした歴史を経た沖縄に対して多くの本土住民は同情を寄せているはずですが、残念なことに日本を取り巻く安全保障の環境は今まで以上に悪化しつつあります。2022年8月初旬、中国軍が台湾周囲の6カ所の空海域で大規模な軍事演習を強行しました。その中で発射された中距離弾道弾5発が波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下したことはニュースで報道されましたね。中国の行動はエスカレートしていると感じられます。しょっちゅう問題になるのが尖閣諸島です。この周辺海域へ。
中国海峡局の艦艇が侵入するのは、もはや常態化しているようです。報道されても、またか、と感じる方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島単体で考えた場合、中国が、この島に上陸して占拠する合理性は、かなり低いと考えられるのですが、台湾とセットで考えれば別です。雪がけの打賃という言葉がありますが、ついでに取ってしまいと考える可能性もないとは言えないでしょう。大国がそんなことをするはずがないだろうという希望的観測は、ロシアのウクライナ侵攻で打ち砕かれましたね。中国が威嚇を続けているように、本当に台湾を武力による侵攻にまで及ぶのかと考えた場合、中国側の被害を鑑みれば、得策とは言えないでしょう。むしろ威嚇を強めることで、台湾の一般人が自主的に中国に屈するように持っていきたいというのが狙いとみられます。このやり方は、ロシアがウクライナ侵攻で行っているやり方と同様で、東部ドンバス地方を含め、2014年、平成26年に強制的に併合したクリミア半島のように、占領地域で、表向きは、住民投票によって、ロシアへの編入を選択したと見せかけるものです。前述の沖縄琉球新報社説のように、沖縄本島のマスコミや一部団体は、在日アメリカ軍や自衛隊基地が沖縄にあるからこそ、戦争に巻き込まれるという論理を展開します。しかし、現在のロシアや中国を見ると、たわごとに過ぎないという意見があります。ロシアは、ウクライナ戦争で経済制裁を続ける日本に対し、北海道の半分は自分たちのものだと言いがかりをつけ始めましたし、中国は、沖縄は、かつて自分たちに徴工していた属国だと見さしているらしいのです。その論理なら、韓国も中国の属国ということになりますよね。そもそも、北大東島南方に位置する無人島の沖大東島は、1956年、昭和31年以降、アメリカ軍の射爆場となっていました。その状態に対しての、大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化が進む村の現実として受け入れられてきたということです。そうした歴史的事実がありますが、北大東島への空自車両搭載型3次元レーダー配備について、反対を唱える勢力は、沖縄県すべてで無防備都市宣言を出すべきだという、無責任な声も見受けられるそうです。この無防備都市宣言というのは、正式には無防備地域宣言と言います。宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことは戦時国際法で禁じられているのですが、現実的には機能しないでしょう。残念ながら。そもそも無防備地域宣言とは、当の都市や地域が属する国家が他の国家との戦争状態にあることが大前提ですから、戦時国際法のルールによっても、戦時である場合にしか、効力を発揮しないというわけです。そして、赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行できる主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体この場合は、大東村や沖縄県は、行えないということなのです。個人的には、いいアイディアではないかと感じるのですが、日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが持っている自衛権を、一地方自治体がひっくり返すような体制ではありません。したがって、無防備地域宣言という戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻の歯止めにはならないということですね。
防衛装備庁がついにストブル・ヨーバージ計画を始動したとの情報をキャッチしました。今回は、このストブル・ヨーバージ計画、橋家を詳しく見ていきます。新戦術と新たな基地化が望めるこの橋家計画。出雲・潟子栄冠の改修に関する技術が必要です。このプロジェクトは、海事の出雲・加賀を空母化改修し、F-35B を運用する計画の一環で、当初防衛における補助として検討されています。その運用方法や効果については、まだ不明な点が多いですよね。2023年5月、防衛装備庁は、ストブル・ヨーバージ・橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示しました。その後10月に、この業務について、造船会社のジャパン・マリン・ユナイテッドと契約を交わしたと公表しました。この業務は、航空自衛隊が導入を予定しているストブル短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ・橋家を研究するものです。防衛装備庁は、この業務に関しては、海事の出雲・潟子栄冠の特別改修に関する知識・技術が必要不可欠という前提条件を示していました。ところが、この条件に合う、必要な知識や技術を持つ企業は、ジャパンマリンユナイテッド1社だけでした。そして、応募者も同社だけだったので、当然の重行きとして選定したということです。だったら、わざわざ募集する必要があったんでしょうか？と思ってしまいますよね。この会社しかないのは分かっていたはずですよね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまいます。防衛省は、現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めています。この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能です。現時点では、バージとストブル機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明です。F-35B は画期的な新戦闘機ですから、最大限有効活用するため進めている調査研究は、今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているのです。ここで、F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見てみましょう。出雲や加賀が、運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい、給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより、離れ着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、橋家タスアルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって、橋家を重要箇所に置いておくのは合理的かも。海事は出雲、潟や日向、潟を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である、護衛隊群は、しっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには、掃海隊群を両用船部隊に指定して、これで人気は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは、自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海事側は、機動運用艦隊になる護衛隊群を、狭い海域の島嶼防衛に貼り付けるのは、愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割も、それぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから、見事に同床異夢ってこと。将来的に、海自は、自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから、運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に、臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、橋家タス機動集艇のセットに、燃料や整備品を乗せて、連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島から、さらに 400km 離れている南大東島のような離れ島に、F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。
材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこまぬいて何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、香川、この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら、他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35 B 戦闘機なら、小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら、意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は、那覇、嘉手納基地のように、ミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく、中 SAM 改め、ブースターもつけて、長射程版飛ぶ機を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F-35B を、DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため。わかりやすく言えば、太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海地が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても、艦隊防空の確約はないから、適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に、海地がじまいの戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから、揚陸作戦に出雲、肩を回す余裕は全然ない。海事は、自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲、型はもともと機動運用だったから、海事は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は、海おのずと空自では、求める役割が全く異なる。つまり、運用が、いびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間 RORO 船が陸自輸送の主力になるだろう。浮き橋や橋家で沖合の RORO 船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲、型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用のストブル発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな。加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で有事の海の止まり木になるのかな。アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では。戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。ちなみに、RORO 船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことです。海事の艦艇と民間船を併用するという考えのようですが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保障はどうするのでしょうね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの某王妃みたいな考えではないと信じたいですが、橋家の利用についても高評価が多いと感じますが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して橋家を破壊するということも想定できますよね。橋家自体は普通の浮き橋のようなもので、防衛能力はないでしょうし。素人の見方ですが、海上にプカプカ浮いてるものを
潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うのですが、どうなのでしょう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せていいのかなとも不安になるのですが、専門家がしっかりと考えてくれるのでしょうね。